悪要求にてスペクターを迎え撃つムー。しかし謎の男の力により全身が金縛りに遭い動きを封じられてしまう。謎の男がとどめを刺そうとしたその時、何？12級の日時計に火がついた。これは一体誰が？わしじゃ。どこ？243年ぶりじゃが、まさかこのような形で再び出会えるとは思いもしなかったぞ、我が友シオンよ。そして佐賀の乱で命を落とした教皇、その名もかつてのゴールドセイント、ハリエスのシオンよ。我が体温ある死、アリエスのシオン。このわしと同じ261歳のはずが、まるで243年前の全聖戦の時と変わらぬ若さじゃ。ふん、驚いたかどうか。これが冥王ハーデス様のお力なのだ。それに比べてどうこよ。おいたな、幻よ。何？わしがなぜ日時計に転化させたと思う？お前たちの命など、あの日時計が消えるまでの幻、それはしよ、お前たち自身が一番よく分かっているはずじゃ。このままわしが引き受けた。行け、ムーよ。お前はすぐさま佐賀たちを追うのじゃ。戦うつもりか、どうこ。老いぼれた今のお前には勝ち目などないぞ。お待ちください、老師。お前は死竜。老師、遅ればせながらただいま到着いたしました。どうかその者の相手はこの死竜に。この死竜、全力でお前を倒す。たかがブロンズといえど目障りだ。ファイト。目が不自由な上にそんな傷だらけのクロスをまとって一体何をする？もちろん戦うのだ、正義のために。これ好き。たかが雑魚といえども、これ以上ちょろつかれるのも目障りだ。お前から先に葬ってやるか。よいしょ。これ好き。元の前より身を置いたはず。不自由な目をしてなぜ動いたのか。イカサなぜとは。ロシ、それはこちらからお聞きしたいことです。サンクチュアリがこのように、なぜ私たちの論理をのけものになさるのですか。あてなのに名ばかりのヒヨッコセイントが。ロシを前にして無駄なく言い訳決めろ。二刀流の方だ。ボザン勝利。お命燃え尽きようとも。ウィナー、その程度で竜の鱗は剥がせる。これぞ鍛錬の賜物。お前たちはもはや十分に戦ってくれた。せめてこれから安らかに生きてほしいと願うアテナのお心がわからんのか。しかし私はセイントです。多くの同志が戦っているのを見ぬふりをして生きてゆくことなどできません。わかった、シリュー。アテナにはわしからお詫びしておこう。して仲良く司会へ送ってくれるわ。しおいよ、わしがなぜ243年間も
五郎砲の大滝の前に座したままだったと思う。なんだ、銅子の体から立ち上るこのコスモは。何、銅子の皮膚がひび割れて18歳の頃のような若々しい肉体が現れるとは。銅子、243年ぶりにライブラのクロス装着。いずれ来る最悪に備え、アテナよりミソフェサメノスを施された。わしの心臓は1年に10万回しか動くことはなかったのだ。10万回といえば、心臓が1日に鼓動する回数。お前にとって243年は243日に過ぎなかったというのか。死ぬよ。早々にムーの後を追い、敵を蹴散らせ。行くぞシオン、ここでわしがお前を止める。243年ぶりの決着をつけようぞ。どうか往生してもらうぞ。ファイト。さあ、これで全て最高だ。243年前と同じよ。いいだろう。その方が帰ってそちらの心置きなく殺せるというものだ。本当にこのシオンと対等になれたのか試してやるぞ。喰らえ、どうか。若返ったわしの力を、アナドラの方が良いぞ、シオン。何の、お前ほどの男でも命の欲望に負けたと思うと悲しい。前ほど死んで昔のシオンに戻れ。なんという凄まじいコスモ。追い込まれたられたものと、この大きな満ちたコスモ。なめろ、まさしく今のお前は、あの若き日のゴールドセイント、ライブル。ようやく決着がついたの、シオンよ。まだまだ若いもんには負けん。どうだシオン、わしのパワーを押し切れるか。まさしくこれは銅子が若い頃の絶頂の頃のパワーだ。しかしこれでは一番恐れていた事態に陥ってしまうぞ。お互いのパワーが完全に対等になった以上、ワンサウザンドウォーズに陥るか、それとも二人とも消滅するかの二つに一つ。そうなる前にどうあっても倒さねばならん。喰らえ、銅子。バカめ、自ら消滅を望むか、シオン。ロシとシオンのコスモが